あれ、シノンじゃないか。どこかに出かけるみたいだな。おい、シノン。あら、キリトじゃない。何してるんだ。ちょっと弓の試し打ちにね。そうなのか。もし邪魔じゃなければ俺もついていっていいか。ええ、ついてくるのはいいけど、本当にただ練習するだけよ。ああ、大丈夫だよ。久しぶりにシノンの射撃を見たくなったんだ。そう、じゃあ行きましょう。変わらずすごいな。100発100中じゃないか。多少は練習したし、これくらい普通よ。だけどやっぱりこのアンダーワールドは他の仮想世界と少し感覚が違うわね。確かに、特に弓は難しそうだな。コツが必要なのは間違いないわ。でももうそのコツを掴んだみたいじゃないか。あら、忘れたのかしら。私は狙撃手よ。それに集中力なら誰にも負けないと自負してるわ。そういえばそうだったな。シノンはすでにこの世界の戦闘に必要な力を持っていたということか。ただまだ改善の余地はあるけどね。だからこうして練習をしているわけだし。これまでいろいろな仮想世界でシノンの射撃を見てきたけど、銃にしても弓にしても超一級品だったからな。一つの武器を極めるというよりも遠距離射撃そのものの才能があるんだろうな。何よ、今日はやけに褒めてくれるわね。見返りを期待してるなら何も出ないわよ。まあ、そんなんじゃないさ。純粋にそう思ってるから言っただけで。そう、じゃあありがたく受け取っておくわ。ああ、シノンほどの腕があればデュソルバートともいい勝負なんじゃないか。今なんて。え、だからシノンだったらデュソルバートの弓とも張り合えるんじゃないかって。ふん、デュソルバートさんってそんなに強いんだ。そりゃ強いさ。ユーシオと二人がかりでやっと倒せたほどだからな。一対一だったら負けていたかもしれないし、弓使いとしては俺の知る中で誰よりも。へえ、誰よりもね。な、どうしたシノン。果たして本当にそうかしら。デュソルバートさんと私、どっちの弓が手強いか、キリトが私と戦って判断してちょうだい。え、どっちが強いか。どうやら負けず嫌いのシノンに火をつけてしまったようだ。判断してくれるわよね、キリト。はい、喜んで。行くわ。行くぞ。行くぞ。それでどうだったかしら。私とデュソルバートさん、どっちの弓が強い。うん、やっぱりシノンが一番かな。本当に。ああ、多分。多分って何よ。それにデュソルバートと戦った時とは状況が違うし。まあいいわ、変に気を使われるのも面白くないし。そもそも誰が見ても一番って分かるくらい私が強くなればいいだけの話だものね。シノン、
どうしてそこまで強くなろうとするんだ。どうしてって、あんたどうせこれからもまた無茶するじゃない。だから私が強くなってその負担を減らしてあげるのよ。遠距離攻撃ができる人員がいれば今後の戦いも有利に進められるかもしれないでしょ。そのためにも弓と相性のいいアカウントを選んだんだから。俺の負担を減らすためだったのか。初めて出会った時からあんたは無茶ばかりだったでしょ。この世界でも暴れ回っているんだろうなって容易に察しがついたわ。毎度毎度ご迷惑をおかけします。いいのよ、もう慣れたから。さてこうして無事に会えたんだから何か話しましょう。積もる話もあるだろうから。そうだな。こうしていると初めてシノンと会った時のことを思い出すな。 SAO の頃のことね。あんたには何度も弓の練習に付き合ってもらったわ。メディキュボイドを使ってのカウンセリング中に SAO へと入ってしまった時はすごく混乱したけど、あの世界であんたやアスナと出会えてよかったわ。こっちこそ。今ではシノンが後方支援をしてくれるから俺たちも遠慮なく前へ出られるんだ。シノンには感謝してる。感謝すべきなのは私の方よ。どれだけみんなに助けられたか。あの状況で SAO に入ってしまったのは今思い返せばむしろ幸運だったかもしれないわ。メディキュボイドを使用したのはもともと過去のトラウマを治すためだったけど、結局キリトやアスナたちと出会えたことによって私は過去を乗り越えることができた。時間がかかっちゃったけどな。俺たちがシノンの苦悩に気づけたのはオリジンの中でだしさ。それにオリジンでシンカーのことに注意を払っていたらデスガン事件をもっと早い段階で止められたかもしれない。キリトに責任はないわ。結局あなたは GGO で危険を払って事件を解決したんだから。問題はデスガン事件の際にジョニー・ブラックを逃がしたことね。そのせいでキリトは襲撃されて今回の事態が起こったんだから。それこそシノンには責任なんてないさ。ジョニー・ブラックとの因縁は SAO から続く俺個人の問題なんだから。きっかけはそうだとしても私たちがこの世界に来た時点ですでにあなただけの問題ではなくなっているわ。だからもう一人で抱え込む必要なんてないの。ああありがとうシノン。弓と相性のいいアカウントって言っていたけど、どんな能力が設定されているんだ？ハイレベルアカウントには様々な職業があるんだけど、私のはその一つで、ラースのスタッフはハンターと呼んでいたわ。アンダーワールドにも狩人という天職があるけど。で、それを戦闘向けに特化させたイメージかしら。動物カテゴリーの相手に対して気づかれずに接近できたり、矢の生成が無限にできたりっていう能力が設定されているわ。シノンの後方支援にますます磨きがかかるな。ふん、期待していてちょうだい。シノンの射撃を見られただけで十分だよ。そろそろ戻るか。わかったわ。お礼はまたこうしてデートしてくれればいいから。デート？いやこれは射撃の練習って話だろ。冗談よ冗談。何をそんなに慌ててるのよ。シノンの冗談は分かりにくいんだよ。あ、とにかくありがとう。シノンの気持ちは嬉しいよ。それはよかったわ。また時々でいいから練習に付き合ってくれるかしら。もちろんだ。いつでも誘ってくれ。ねえ、そうさせてもらうわ。じゃあ改めてこの世界でもよろしくね、キリト。